まあ、今のこの社会、まあ、日本の文化っていうのは、はい、まあ、メディアが作り上げていると言っても過言ではないですよね。そうかな。バレンタインデーっていうのも企業が、スイーツメーカーが、はい、お菓子を売るために作り上げたイベントで、はい、で皆さん今普通に1日3食ってありますよね、うん、これを誰が一般的に伝えたか。体にはいかないやろ、1日3食食べたら。いや、そこは裏があるわけですよ。なに、一日三食で体にいいからちゃうんか。いや違うんです。それは後から乗っかってくるんですよ、はい、本来人間っていうのはだいたい一日二食だったんです。で、まあ、1900年代初頭の頃なんか特にまあ食料が今ほどこんな裕福じゃないですから一日二食なんですけど、そこを一日三食っていうのを一般的にしたのはトーマス・エジソンなんです。え、なんで？トーマス・エジソンがマスコミを前にして質問されるんです、はい、どうやったらそのエジソンみたいな感じで発明、はい、頭が良くなるんですかっていう質問に対して、1日3食欠かさず食べることだと。それは言ったんだ、はい、なんで言うんだ。そこにエジソンの策略があるんです。何？策略です。何？やっちまってますよ。そうです。その時にエジソンは実はトースターを発明してるんです。それを売るために、あの、自分の製品を売るために。そうなんです。ただそのトースターっていうのはその発売当初他の電化製品、電灯とかラジオに比べてめちゃくちゃ電力のコストがすごいかかる。贅沢品や。贅沢品なんです。なんでエジソンはそのトースターをどうしても世に広めたかった。それは自分が経営する電力会社の電気を売るためなんですよ。売り上げを伸ばすために。ちょっとね、今まで誤解があると思う。ちょっとおじさん。彼の決め文句があってそれが飯の種になってますので。何ですか？信じるか信じないかはあなた次第。